ドルの解析の始まりです。はい、4試合目ですね。まあいつも1試合3動画3試合なんですけど、まあまあいいかな。多分これはまた別の動画になってるかもしれない。で、そうだな、何の話だっけ。なんか変なデッキの話してたんだ。変なデッキの話をするつもりなんかな、変なデッキの話をするつもりなんかなかった。マジで動画ってかゲーム実況者すげえな。まあ前回の動画は3試合全部負けたと思うんですけど、別にあれはあれで乗っけるよ。だって別に俺この動画を参考にしてねって言いたいわけじゃないもん俺はね。さすがにダメかなこれ。全体回復、全体回復、ユニド遅い違う、俺はこういう話がしたわけじゃないんだ。いや、イエーガー入ってから全部触れるけどさ、あの深さが良かったかな。まあいっか。え、これ耐えんの。何話してたっけ。マジでコンパスしてると本当に話の内容忘れる。どうでもいいや。そう、動画をサボってたのは忙しかったから。で、大会負けたのは、一応1試合目はシーフの判断ミスってことになってて、2試合目は勝ったんだ。3試合目は俺がドアミスした、まあツイッター見てる人は知ってると思うけど、俺がドアミスしたことが全部原因ということになって。いや、これ無理なんだ。いやー、ちょっと申し訳ないな。ちょっと俺が下手すぎて、さっきのっていうか、あの試合全部で俺が足引っ張ってる。本当に申し訳ないです。はい、これ当たんねんだ、痛い。マジでこれだけやっておく。参考にするな、絶対に。見てれば分かると思うけど活躍しないなって。アタッカーってね、特に格になるヒーローだと思うんですけど、あ、待って、焦ったこんな行くと思わんかった。弱点、なんで当たんないの本当に。絶対当たると思ってたんだけどな。絶対当たると思ってても当たんない。フルカの命中率低すぎ。あとでチャットで謝っとこう。もうダメだ、引退したい誰だよ、オミ使ってとか言ったの。もうまともな話もできねえしさ、ダメだよこれ。本当に申し訳ない、ごめんなさいしか言えねえわ。ああ、ということで、4じゃなかった。1試合目。はい、2か3か1か分かんないけど、試合です。で、さっきセイバー使って、本当にひどいプレイして、本当に死にたくなった。だから、もうやめた。もうマジでアタッカー使ってほしいって言ったの誰か分かんないけど、本当にやめてほしい。なんか、使ってほしいキャラあったら言ってねって言ったのはもちろん俺だし、悪くはないんだけど、死にてマジで本当に下手くそすぎて死にて。コンパスやめたい、引退したい。大会も本当は出たくないし、動画も出したくないけど、ケアだけずっと頑張ってるっていうのも申し訳ないから、出さなきゃいけないかなっていう義務感みたいな感じで出してる。よくないよなこういうの、本当はよくない、よくないって。え、待って、3人ともこっち来たらやばくない、さすがに。もっと頑張れるよね。ちょっとね、このレンジは良くないですね。あ、ナイス。守ってほしいな。ちょっと待って、シリ入ったっけ、入ってないな。これシリ食らうか。倒すの多すぎ。これは我慢して言ってる。一陣取られてんのやばくない、さすがに。さすがにね、やばいと思う。
いや死んじゃうか。さすがに一陣取られちゃいけんかったと思うけどな俺は。3人とも上に来たのはミスだったんじゃないか。まあ、いやじゃあコンパスの話したんじゃないの。何の話したかったっけ。うせろうせろ守護障壁を展開。うせろうせろ火だらけ。よし効いてきたぞ。あるまいそういう気を。まとめる。俺の検索についてくれるか。そこのアンデッドも。うせろ。じゃあ待って待って、試合に集中した。ダメ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 。俺は何が言いたかったんだ。なんか一陣取ってるし。何が言いたかったんだっけ。もう話す内容忘れちゃったよマジ。ゲーム実況動画ん、ゲーム実況動画投稿者すげえな。さまさまだわ。そうだね、俺が動画休んでた間何してたかって話がさっぱりさっきの。まあ動画休んでる間は勉強をねしてましたね。僕のなりたいものになるための勉強、やりたいことのための勉強みたいな、そういうのがあるかないかわかんないけど、もし高校生とか大学生とかであるんだったらマジで早くやった方がいいと思う。すごい大変だと思うけど、独学でいろいろ勉強するのっていうことを次の動画で喋ろうかな。次の動画、次の試合、はい、また次の試合ですね。でさっきの話の続きは、やりたいことがあったら早めにやった方がいいよっていう話ですね。切れる人がいっぱい。将来の夢って多分あると思うんですよ。ない人もいるかもしれないけど、特に小学生の頃とか。小学生の頃皆さんは何になりたかったですか。僕は漠然と医者になりたいって言ってましたね。親が医者だからとか、そんなに、ありがちな弟が病気でそれを助けたくてとか、全然そういうのじゃなくて、ただ、医者めっちゃ稼げるやん、もう俺医者なるわっていう、悪い考えで医者になりたいって言ってました、僕はね。で、実際今、何になりたいかっていうと、全然それは関係ない。医者とは、ほど遠いってわけじゃないけど、医者とは別のものになりたいっていうことを思ってます。はい、でそのための勉強を、大学に行ってしようと思ってたんですけど、もちろん大学に行くだけじゃダメなんですよ。だって高校とかに行って勉強するだけで頭良くなるわけじゃないじゃないですか。結局行ってもなんか自主的にいろいろ学ぶじゃないけど、そういうことをしないと、結局は賢くなれないと。なので大学に行って、機械とか、機械っていうのはあれ、英語って何て言うんだっけ、何々する機械みたいな、そういう機械ですをもらって、それであとは勉強する、自主的に本買ってとか。いやマジ本偉大だから、本当に本偉大だから、本は買った方がいい。やりたいことがあるんだったら、例えばそうだな、プログラミング。最近YouTube のアカウントでめちゃめちゃ出るんですよ、本のね。本じゃなかった、プログラミングの広告が、テックアカデミーっていうんですけど、それで例にたまたまプログラミングを出しただけだけど、そのプログラミングをしたいのであればプログラミングの本を買うとか、他の勉強者になれば、ちょっと他の勉強に関しては何も分かんないんですけど、そしたられば他の勉強をするっていうのがいいかなと思います。あ、うまいですね。困ったなこれは。まだ上取れるからいいか。いいね。とにかくやりたいことがあるなら、アディスナーズ星号でやりましょうっていうお話です。ということで、これぐらいでそろそろ試合も終わりますかね。ここ。おい、なんだよそれ。ダメだ。
はい、ということでこの試合はおしまい。次の動画に次の動画わかんないけどまたやっていきます。お疲れ様でした。